はい、今日は、もうニューヨークの最後の日なんですね。明日の朝早く、帰ります。明日もう朝7時ぐらいに、ホテルを出るので、もう今日1日しかニューヨークにいる時間ないんですよ、ゆっくりできるのは。それでどこに行こうかなってずっと考えてて、まあちょっとね、いつも毎日その何ですか、あの Google マップを見て行動してるんですけど、 Google マップすごく便利なんですよね。あのオフライン機能というのがあって、そのダウンロードできるわけですよ、その、 あの指定した範囲ので、そこをダウンロードしておくと、そのあの Wi-Fi につながってない状態であっても、自分がどこにいるのか現在地が分かるようになってるんですね。でそれをずっと見ながら、そのあいつも行動してるんですが、可愛いリスがいる。おろろろろ。それで、まあ、その Google マップを見て行動してるんですが、何ですか、それで地図を見てたんですね、今日どこに行こうかなと思って。そしたらマンハッタン島の一番、まあ、南っていうか、北東から南東にかけて、こう南東じゃない、北東から南西にかけて、こうマンハッタン島というのはこうあるわけですね。で、その下の南の方、南西の南の方の端っこにバッテリー公園っていうの、バッテリーパークというのがあったわけですよ。バッテリー公園ですよね。そこに、まあ、行ってみようと思ったんですよ。あとブルックリンブリッジ、まあ、有名ですよね、ブルックリンブリッジは。だからブルックリンブリッジに行くか、バッテリー公園、まあ、もう南の端っこのもう海のところなので、もう海が見えるところなので、バッテリー公園にまず行って、時間があったらブルックリンブリッジに行こうと思ってたんですね。それで今これバッテリーブリッジに、バッテリーブリッジが混ざってる今ちょっと、いやここにほらお土産屋さんがあったもんだから、それを見てたら今バッテリーブリッジとか言ってますけど、バッテリー、あそうだ、俺手袋持ってきてるんだ。バッテリー公園ですよ、バッテリーパークね。で南の端っこなんで、もしかしたら自由の女神が見えるんじゃないかなと思ったわけですよ、バッテリーパークに行ったら。まあ別に自由の女神を見るために来てるわけじゃなくて、なんか端っこで海をちょっと眺めてみようと思っただけなんですが、まああわよくばもしかしたら自由の女神が見えるんじゃないかな、こっちの、まあそのマンハッタ島のちょっと海の方角にありますからね、島にあるんですよ、その自由の女神は。で人に聞こうかなと思って、見れるかどうか、バッテリーパークから。で自由の女神ってなんて英語で言うんだっけとか思ってたら自由の女神なんて言うんだろうフリーウーマンとか言う、フリーウーマンゴッドとか言おうとしたんですよ、めちゃくちゃだなと思って。いや絶対そんなこと言うわけない、それちょっとすごいクソ恥ずかしいことになってしまうからやめようと思って、なんだっけ、ステーチューオブリバティでしたっけね、なんかそういう風に言うらしいですよ、自由の女神って。でそのバッテリー公園、ここなんですよ、今もう来てるわけですよ、バッテリー公園に。海が見えるでしょ、ほらね、だからここはもうバッテリー公園なわけですよ、マンハッタン島の最南端、最南端のまんまに南西の方角にあるんですが、まあ、最南端ですよね、ここ最南端の、その海が見えるところなんですよ。やばい、もう映ってる、映ってるからで自由の海がここから見えるんですよ映ってるから、さっきから映ってたかもしれないですけど、映らないように、映らないようにここに来てたんですけど、あれこれ警察車両だ、できるだけその種明かししないように。こっちはだからそのもうマンハッタンのもう街のもうなんていうか
最南端の切れっ端、切れっ端じゃないな、その何ていう端っこですよ、このビル群が。ね、わかりますか。で、向こうがブルックリン、向こうに見える島がブルックリンですね。あそこに並んでる人たちはフェリーで、あの、何ですか、自由の女神見に行きます。 見に行く人たちですよね。それよりも何が、ほらあそこに見えるでしょ、ほらやばいですよね。自由の女神見ちゃったぜみたいな。自由の女神見、なんか、いや僕はちょっとね、このマンハッタン島の最南端に来て海を眺めながら、ちょっとなんていうか、今回のニューヨークの旅のこととか、あるいは日本でのこれからのこととか、さまざまなことをちょっといろんな計画を立ててみようかな、ここでと思ってきたんですよ。本当はちょっといろんなこと考えてみようかなと思ってきたんですね。今後のこととか、さまざまなことをちょっとここで考えようと思ってきたら、偶然自由の女神見えるところでした。ここはほら、あそこにあるんですよ。今正面に映って見えますか。これね、動画の画面で見るとね、ちょっと結構小さく見えるかもしれないんですけど、肉眼で見るとね、結構大きいですよ。まあ結構ですけどね、目の形とかそういうのは分かんないですよ。まあ特にこれ今横向いてますからね。それでほら、フェリーが行ったり来たりしてんでしょ、あの辺ぐるぐる回ってんじゃないですか。あれ多分ね、だからなんていうの、遊覧船みたいな感じで、あそこから乗るんですよ。みんな人が並んでますよね、あそこ。あそこから乗って、自由の女神を見物するんですよね。まあそこまでしなくていいですね、僕は。めんどくせえ、なんかそんなの。わ、なんであれ、なんであれ。ユナイテッドステート、なんで。何あれ。わかんねえ。あ、なんか、あ、ユナイテッドステートネイビー、なんか亡くなった人のなんか記念碑なのか、記念碑とかなんか、記念じゃないですよね、亡くなった人なんか。あ、ネイビーって書いてある、ユナイテッドステートネイビーって書いてありますね。ということはアメリカ軍ですよね、なんか石碑。まあいい、あとでちょっと考えてみます。ほら、なんかこんな感じですよ。ここも最高ですよね、ここ。ここマジで最高。ここに座ろう。ここに、このベンチに。このベンチに座ろう。ほら、見てください。すっげえ見えますよ。自由の女神が。バッテリーパーク、やっぱ来てよかったな。いやー、最高だな。でもね、ちょっとね、海の水というか、海を見ると、なんかね、釣りしたくなるんですよね。これ、なんか習性ですかね、これね。このね、海を見ると釣りをしたくなるっていう、なんかもう、これ病気なんでしょうね、多分ね。ほら、あっちからもほら、船が来た。船というか、まあ、本当にその、遊覧船ですよね。見物する船。いやー、乗らなくていいな、あんなの。絶対乗りたくない。自分の自由に動けないじゃないですか、乗ったが最後。もうなんか、帰る。あの船が帰るまで例えば陸に帰りたいと思っても帰れないわけですよ。もう絶対嫌だ、そんなの。自分でなんか運転してるんだったらいいけど、ボートを。で、好きな時に行って好きな時に帰ってこれるんだったらいいですけどね。で、好きな時ところに行けるみたいな。もう多分ね、あんなの5分も見たら多分飽きると思うんですよ、自由の女神なんて。あそこ島になってるんですよね。あの島の上にあるんですよね。うわぁ。出た。フリーウーマンが。ちょっと。ほら、みんないろんなことやってますよ。ね。うわぁ、マジでちょっと俺。いやー、ニューヨークにとうとう来ましたね。っていうかもう帰りますけどね、明日。ほら、カモメがそこに止まってる。まあ、だから何なんだっていうことなんですが。うわ、もう最高。ちょっと待って、席が取れないように座っていこう。
し、ベンチのど真ん中に座ったでしょ。ああ、ほら船が、あの船に多分ね、あの船がこっちに来て、あれがなんか横付けされて、あれに新しい人たちが乗り込むんでしょうね、多分ね。これ多分すごい収入になるんじゃないですかね。だってお客さんが耐えることないですもん。ニューヨークに観光客なんてもう毎日ずーっと365日来てるわけですからね。まあ東京も同じかな。東京も365日毎日観光客が来ますよね。日本全国から、まあ世界中からって言ってもいいかもしれませんが、すーげー並んで待ってる。ホビーで、ほら向こうで、すっげー並んで待ってるでしょ。いっぱい人がいるじゃないですか。あれみんな待ってるんですよ、並んで。絶対にどんなことがあろうとも絶対嫌ですね。いや、どんなことがあろうともじゃないな。それはなんかその、なんていうか、なんか二人で来てて、もう片方が乗りたいって言ったら乗るでしょうね、仕方なく。ああ、わかった、じゃあいいよ、みたいなことになるでしょうね。まあ、それは女性だっても男性だっても。絶対に乗りたいとか言われたら、あとじゃあ乗ろうか、みたいなことになるかもしれませんが。ほら、来た。ミスニューヨーク、ね、ほら、みんな乗ってますよ、これ。すげえ、俺の自由の女神の見物を邪魔している。ほら、あそこにステイトゥーリバティって書いてあるでしょ。ステイトゥーリバティって端っこにね、あれ自由の女神のことですよ。フリーウーマンじゃありません。フリーウーマンフリーウーマンゴッドって言おうとしました。ありえないですね。わお、ちょっとここで考え事しようと思ってたんだけどな。考え事できないな。よし、じゃあちょっと一回止めましょうかね。